政府は天皇陛下の退位と皇太子さまの新天皇への即位が円滑に行われるように事前に準備組織を設置する検討に入りました天皇陛下の退位の日程は2019年3月末とし翌4月1日に皇太子さまの即位と同時に改元する案が有力です。政府は、月上旬頃までに皇室会議を開いて、 日程を正式決定する見通しです新しい元号は国民生活への影響を考え来年夏ごろまでには公表されるとみられます政府は天皇陛下の退位などが円滑に行われるように準備組織を設置する検討を進めていて来年度予算に経費を計上する方向です